仕事はできますかね。下げたいんですけど、下げると好きになってしまうので、その選択はそれもないけど、ここ触りたい。樋口さん選手が、まあ、優勝なんですけど、去年の長谷川選手が勝てるかちょっと注目ですね。はい、ここは人の方が有利。いや、圧倒的に来てるから最初の低い足打ちをして、ほら、行った、あるんですけれども、中森選手があのコートの中央を打ったのがありましたね。ことによって相手を崩すのが棒の、まあ、取るべき戦略かと思いますね。ただ突っ込むとなった時には突きだけではなくて足払いがあるので、まあ、小瀬選手はそこを考えて相手は払います。半分勝負、お互いの手の位置知り尽くしてますからね、はい、お互いにライバルというだけあって、最高の試合見てる。入りません。しかし、おー